皆様、こんにちは。溝上真一の教育論動画チャンネルナンバー283。本日は、昨日配信いたしました、吉川博士様へのインタビューの後に、私と議論した内容を編集してお届けするものでございます。アイディアを出しながら整理するためのノート作りと仕事のコツと題しております。これが昨日配信した本編ですね。これをご覧になって、この議論をお聞きいただければと思います。 えー、大きく二つですね、お届けいたします。あの、本編のところでも冒頭でイントロしましたけれども、えー、やっぱりこう、ノートね、あの、好きな人っていうのは、あの、好きでいいんだけれども、やっぱデジタルではなくて、なんでノートなのかっていうことをね、考えていきたい。で、私はあの、やっぱ教育場面で、あの、いや、スマホとかね、あの、端末でいいじゃないですかっていう人に対して、それでもノートっていうね、理由をいろいろ、えー、探しています。あの、ちょっと直感的にはね、いろいろあるんですけれども、いろんな声もね、集めて、 と思って吉川さんにもぶつけてみましたはい。で、あの、仕事のコツのところでね、結構面白かったのは、やっぱり興味のない仕事っていうのが結構あるんですよね。どんなに好きな仕事してても、もうこれがほとんどと言ったっていいぐらいですね。で、そういうところにどうやって自分を方向づけられるか、まるで自己調整みたいですけれども、あの、そういうお話ありましたのでね、それについていろいろ意見交換をいたしました。はい。それでは、議論の様子ですね。ご覧ください。私はすごく、あの、なんていうんですかね。 かなり吉川さんに近い感覚を持っているので、うん、まあだからこそ、あの、お願いしたのもあるしね、うんえと。で、やってることが、やってきたこととか仕事のあれは違うんで、だからそこからこう、うん、まあ、このノートだけを見たら近いところを、えー、どういう、まさにアート思考ではないんですけど、これまでのルーツとかね、 なんでみたいなところを、えー、お話しされたところがすごく新鮮で面白かったです。うん、で、えっと、吉川さん DX の仕事ね、あの、絡んで、はい、ってきたということですから、うん、あの、そのあたりからの質問をしたいんですけれども、うん、はい、そうは言ってもね、やはりあの、うん、デジタルでしょうっていう人、やっぱりですよね。うん、で、まあもちろんあの、好きなの使ったらいいんですけどね。で、私、うん、あの、まあ、 大学とか高校生とか、こう教育場面でやっぱりこういう,こう手書きアナログっていうことの意味っていうのを、うん、結構真面目に考えている人間なんで、うん、で、まあ特にあの、キャ、うん、の場面で言うと、あの、今、えっと、一人一台端末とか言って言んですけど、あの、ギガスクール構想っていうのは、こあの教育、学校教育、小学校から中学校、高校とかやっていて、うんうん、もう小学校からずっと端末使ってね、 うん。うんで、えっ、ー、と、非常に極端な言い方をすれば、例えば私たち、小学校だけではなくて、やっぱり中学校も漢字、例えば10回書いてとかあったじゃないですか。うん、ああいうことがなくなってきている。ドリル学習っていうのが、なんか何回も書いて覚えるとかね。うん、で、これ、うん、ノートなんで、まあ、覚えるためのではないんですけれども、うん、ただ、あのー、 例えば、先生の話を聞いていて、あの、ちょっとほら、うん、あったじゃないですか、ノートをこう、えっ、ー、と、左側には版書をして、右側にちょっと思ったことを書くとか、まあ、ノートの作り方みたいなね。ところが、版書自体がもう長かったりするんでね。あの、そういうのがあ<ー>あ、あの、とにかくすごくデジタル化っていうのが進んでて、うん、で、私はとても、あの、 えっと、デジタル化、それ自体は、あの、えっと、推進に賛成なんですけれども、うん、子供の発達っていうことを考えたときに、ちょっとやりすぎじゃないかと思うところとかあってね、あの、うんうん、特に小学校の低学年、中学年ぐらいは、そうですね。うんうん、で,でもあの、そういう発達初期の話だけではなくて、例えば、うん、あの大学生、高校生で、ものすごい、ほら、 情報もたくさんあって、ぐちゃぐちゃしてる中で、こう、整理していくとかね、人の話を聞いてっていう時に、私なんかもうどうしてもね、あの、スマホ、タブレット、PCVC PC では頭まとまらんのですよ。私はもう、迷いなくノートなんだけども、ただ、あの、今の世代の若い人たちも、いわゆるこう、スマホ端末に慣れまくった人たちにでも、私はあの、やっぱ手書きアナログっていうことの意義をね、 えっと、伝えていく役割っていうのが、あると思っていて、うん、で、まあ、そこを積極的に考えてるんですよ。で、世の中のアナログ、アナログ、アナログの逆襲とか本知ってますあの、アナログってキーワード入れたら、なんないくつか有名な本ある。うん、あの、わかりやすい例は、はい、あのレコードです。<laughs> ああ、い、うん、レコードとか手帳です。うん、レコードとか手帳とかノートとか。はい、やっぱりそれでも、こう、一部の、はい、 ビジネスマン、あるいは大人、あの若い人たちにもそうなんだけれども、うん、最近アマゾンであの音楽買おうと思っても、レコードって出てくるんですよね。あの知ってますはい,はいはいはい。うん、だからね、あ<の>こんな一部なんだけれども、はい、ああいう,こうアナログ音楽、アナログ手帳等々に対するこう、やっぱり非常にこう需要がね、あの高まっているっていう,こう話が、まあ、一方であるんですよ。で、私は、プレファレンスの話にしたくない。 そういうの好きな人どうぞとそういう話じゃなくてねあのあ<の>教育的な意義みたいなのがね、うん、あるぞと。でノーベル的に説明するのはいっぱいあるんで難しい話はいくらでもあるんだけど、うん、もっともっとこのいわゆる感覚的にね体験的にあの、うん、どうかっていうそういうのをこういろいろ集めてるんですね。でうんあー で、だんだん吉川さんに聞きたいこと分かってきたと思うんですけど、聞きたいのは、先ほどタブレットでペンツールってありますよね。ペンで書くことできる最近できますよ。私もね、そういうのを勧められて、タブレットのノート、 パッとみたいなねそういうものでこうやって書いたらよって、うん、結構一時期やってたんですけど、うん、やめたんですやっぱやめた <laughs> やめたで、うん、あのほぼここに、えっと、書いてあることと同じようなことはできますよ、うんうん、できますね、うん、できると思います。 で、ペンの太さもいろいろ変えられるし、はい、色もパンタ変え変えていける。はいね、場合によって写真撮ってピート貼り付けたりもできる。はい、うん、うん、言いりますね。でもそれでもなんで私はやめたのかなで、なんで吉川さんそれをしないのかなっていうあたりをね、もうちょっとその、こっちがいいからじゃなくて、なんかもうちょっとこう、欲しい。なんなんすかね何なね、あのね、ー、いや、不思議だよね。ここにこトロすか、ね、いや、まあそう、そう。 そう、そうやって喋りながら、もうすでに、あの、僕は今、なんか、あの、ここで、お店した <laughs> いや、<laughs> <こ>かってる、分かってる、てるノートの続きに、こう、ちょろちょろ書いたりとかしながら、書くんですけど。私も吉川さんの話とか、でも、撮ってたりすよ、ずっと。うん、はいはいはい。で、それ見ながら今、喋ってる。まあ少なくとも、その、えっと、水上先生おっしゃったように、うん、なんかその、ハイタッチだからとか、昔から使ってるからではない合理性がある。 っていうことじゃないのっていうふうに多分おっしゃっておられると思うんですよね。で、多分それ、僕は、まあでも少なくともそれは同意です。で、あの、多分です、ね。早いんですよ。少なくとも今。まだ、あの、タブレットツールとかで書、ね、いた部分を探すとかっていう話になると僕ね、まだこっちの方でペラペラペラってやった方が早いんちゃうかなと思ってた。それはあるな。あの、あのそれはある。タブレットのやつってあの、保存はできるけれども、 結構バラバラなよね。はい。はい。だからまあ日付とか何とかでこう探すんだけれども。うん、うん。で、ノートって結構ここら辺だよねとかね, <laughs> ね。そう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 。そ,そうそうそう。あの、なんかその辺はあるような気するんですよね。ね。あとはね、あの、私これまあその仕事の内容と時期にもよるんですけど、まあ年間に大きい一冊行く場合もあるし、うん まあ年間数冊分ぐらいの場合もあるんですけど、まあまあまあ溜まるんですよ。で、うんね、で、それでこうガサって捨てるんですね。<あ>僕なんかそこにはなんか意味があるような気がしてて。捨て,捨てます。ー。全部捨てます。学生、私はあんまり昔の読み返さないけど、うん、学生とかはまだ作り始めたばっかりだから結構手前、あの以前の読み直して、あの、面白い。わかりますわかります。ます<経>そういった、そういった時期もありました。でだけど、 もうなんか僕はですね、もうあの、ある程度たった2年ぐらいだったらほ,ほぼ全部捨てます。ああ。であの、捨てないけどの、あの、ほぼ見たことないね。<laughs> 見たことないですよね。同じ、うん、同じで、まあどっちかというとなんか、家狭いんで捨てようかなに近い部分っていうのもあるんですけど、でも、その捨てれるっていうことにも多分意味があるような気がしてて、<ー>なんかですね、 あのー、っ取ってとこってなんか書いてること自体になんかこうこだわってた部分とかっていうのがやっぱ残るんですよね。あの、デジタルタトゥーじゃないですけど、なんかこう自分のそういうものっていうのがやっぱ残ってる現実っていうのはなんかちょっと気持ち悪いものが僕自身にあって、うん、で、なのでもう物理的に全部捨てるっていうことで、その頃何考えしたのかっていう、あまり意味がない。もう今考えてることだけで十分なので、うん、ね。 思い返すっていう必要がなければ僕は捨てていいと思うんで、まあ、そういうことも捨てれるなっていうのはいいかなと、うんうん、デジタルの、まあ、大きな特徴の一つは、やっぱ保存、はい、永久保存ですけど、もちろんゴミ箱に捨てるっていう選択肢あるんだけど、うん、なるほどね、面白いな私、まあ、あの昔、その自分が何やりたいのかってこうやって真面目に考えようとって。 なんかシートにして、なんか10枚か20枚ぐらいでいろんなことを整理してた時期ってあるんですけど、うん、あの、そのこと自体はちゃんとだからデジタル化して残して、で、それを印刷して、で、データの方はどっか行って、今紙だけあるっていよくわからん状態になってるんですけど、でも何せそうやって整理するっていうことと、自分で残したいと思うものっては残せばいいと思うんです。ただ、家庭の部分っていうのがどこまでかっていうとですね、やっぱりそれは、 うんなんていうかな整理するためにやってるだけの過程のもんなんて、あんまり僕はいらないなっていう気がしてます。うん、なるほどね。プロセスですもんね。はいうん。そうなんですよね。なんかプロセスにデジタルあんまり入れたくないね。わかります。では結局でも感覚的にそういうことのような気がしますね、うん。プロセスとプロダクトか。なるほどね。いや、あると思いますよ。うん。うん ちょっと仕事のコツのところでね、やっぱり興味が持てない仕事にど,どう取り組むかがやっぱ仕事し始めて決定的なポイントですよね。あのはい、自分の興味のあることなんてもちろんあるけれども、あのはい、一部でね、もう次々新しいことなんだそりゃみたいな話があって、うん、で、例えば私なんかは同じ、なんだろうかな、自分がこう好きで始めた仕事の領域なのに、 その中でまたどん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 こうセグメント化が進んでね。うんうん、いや、そんな、うん、そんな、そこ行くのみたいなところね。そういう意味で新しいことが入ってくる。で、そこに当然新しいがゆえにさっと興味がこう入っていかない。勉強しようって言ったってもうそんなんばっかりじゃないですか。もうえ,えよ <laughs> もうわからんとかね。そういうことの連続でね。 まあそういう中で、やっぱりメタ認知多分メタ認知の話されたと思うんですけど、ちょっと俯瞰してね、自分が今、そういう拡張領域にこう活動を移していってるっていうね、この意識を持つことで、うん、いやらいんといかんしと言ってね、まあ、ちょっとこう、自分の方向づけるていうことが出てきますよね。 うん、それね、実は私もあるなと思いながら聞いてたんですよ。うんうん、もうしんどい時って、ね、うん、いや、これどうせ、わかんないからしんどいんだから <laughs>、やるしかないしとか言ってね。いや、でも本当そうだと思っていて、僕、新卒で東京に行って、でまあその後結構長いこと関西で仕事をして、で東京に来る、来、うん、始める頃っていうのがあったんですけど、うん、なんかその頃に仕事の内容とは全く違うことで、あの、 東京で仕事して東京にしばらくいることにもなってたんで、どないしようかと思って、あの、東京の勉強しようと思って、うん、とりあえず東京の勉強しようと思って、うん、で、あの、うん、歴史から何から結構勉強したんですよ。そしたら、自分がやってる仕事のことだけじゃなくて、その、自分がいる空間のこととか、あ,<ー>あの、そういうことがわかるようになっていったと。まあ、あの、関西特に京都にいたんで、京都のベタッとした平面だけではなくて、京あの、こう、 関東はやっぱりあの武蔵野大地があってこう上下めっちゃあるじゃないですか。僕、そういうもの分かった時に、もうめっちゃおもろいやんけ。そしたら、もうあのそれまでこう東京のことすっごい大嫌いだったんですけど、あの、<laughs> 面白く、面白いと思うようになって、で自分が得るところと,、えっとやってることっていうのが両方こう好きになるっていう風な行為をすると、やっぱりそれって自分ですごいこうハッピーになるんですよねで。そうするとご機嫌になるんで、あのご機嫌になったまんまいろいろやれるんで、 なんか、次やろうかなとかいう風になっていくっていう、なんかそんな体験はあったような気がします。